屋台風箸巻きを作ります。キャベツ 70g を入れ、20回ほどブンブン引っ張ります。卵2分の1個、小麦粉大さじ3、水大さじ3、和風だしの素小さじ1を入れ、20回ほどさらにブンブン引っ張ります。耐熱皿にラップを敷き、ブンブンした生地の半量を薄く広げます。上から再度ラップをし、500ワットのレンジで1分半程度加熱します。上のラップを剥がし、下のラップの縁をお皿から外します。割り箸に生地の端を挟み、ラップで形を整えながらくるくる巻きます。同様にもう1本作って完成です。